お菓子1年分のプレゼント。なになに、なんのイベント？このスナップチャットという大流行のアプリ知っていますか？あ、今これいろんな YouTuber の人がやってるやつだ。そうです、このスナップチャットで対決をしてもらって勝った方には景品があるんです。ぜひぜひあなたたち対決してみませんか？あなたたち？あ、リカちゃんたち。あら、ケアちゃんたち。リカちゃんたちがいるならちょうどいい。対決しよう。みんなどう？もちろんいいぜ。それでは戦うのは小学生チームと高校生チーム。小学生チームは人数が少ないからみんな最低2回は出てもらうことになるわね。それではお題をまずこのガチャガチャで引いてもらいます。はいはい、まず私が引きます。それでは一発目に勝負してもらうお題は美女対決。誰が出るかは話し合ってください。美女対決と言ったらやっぱり私じゃない？よーし、ケイ行けだぜ。ちょっと待って、可愛いで言ったらケイかもしれないけど美女って言ったら私じゃないかしら。よし、じゃあこっちはエマで行こう。どうする、誰が行く？私が行ってもいいけど、ここは男子が行った方が美女になったギャップというか振り幅がすごいから男子の誰かが行った方がいいんじゃない？お、それなら俺っちに決まってるだろ。あんたはいくらアプリを使っても美女にはなれないわよ。ハルトくんで行きましょう。え、僕？ハルトくんずっと前女装コンテストで優勝したんだから自信持って。はい、じゃあ両者決まりましたね。スナップチャットを使った美女対決、いざ勝負。まずは小学生チームのエマちゃん。どうかしら。いつもの私に比べたら美女に慣れてるかしら。続いてハルトくん。おっと、これはなかなかの美女になってるんじゃないでしょうか。おー、ハルト、こうやって見たらいつものお前だが、こうやったら超美人だぜ。自分で見たら気持ち悪いしか思わないよ。すごく美人。はい、この美女対決は高校生チームの勝ち。イエーイ。エマ、なんでもっと綺麗にならなかったんだよ。だってハルトくんが綺麗すぎたんだもん。はい、それでは2回戦目のお題は変顔対決。はい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 、ここは私に行かせて。ケイの変顔もどうせ可愛いんだろうな。変顔だって誰が行く？これは私が行くわ。あの子はなかなか手強そうだけど負けないわよ。まずは小学生チームのキャハ。これは何ということでしょう。目も口も大きくなって、これは面白い。笑いが止まりません。それに対する高校生チームはすごい、こちらもなかなかの変顔です。怒っているのでしょうか。眉毛がかなり釣り上がっています。みさきちゃんも手強いけど負けてらんない。この勝負とても面白い勝負でしたが、小学生チームの勝ち。やったやった。女を捨てて頑張ったのに悔しい。今のところ1対1で勝負の行方はまだわかりません。さて3回戦目のお題は子供対決。子供対決だって、誰が行く？はい、俺が行くぜ。チャックなんてこの中で一番子供の顔からかけ離れてるのに。それが可愛く変身するかもしれないぜ。絶対可愛くなるから任せてくれだぜ。ここは私が行くわ。相手があの男の子なら大丈夫でしょう。それに翼ちゃん、子供の頃すごく可愛かったから大丈夫。まずは小学生チームのチャックくん。あれあれ、一体何が変わったというのでしょうか。少し顔が柔らかくなった感じでしょうか。それでは一番大人っぽい翼ちゃん。あれあれ、こちらもあまり変化が感じられません。ただこちらもほっぺが少しぷくっとしたようですね。この勝負は難しかったけど高校生チームの勝ち。やったぜ翼ちゃん、俺たちいい感じだぜ。もうチャック、なんで負けるの？そろそろまた笑えるのが欲しいところ。4回戦目のお題はダンディー対決。ダンディ
男前ってことだろ。それじゃあ俺、いや俺が、絶対俺っちの方がイケメンなのに。まあまあ見てろって。さっき負けちゃったからここは私が挽回するわ。でもお題はダンディー対決だよ。さっきハルト君が美人になったみたいに私もダンディーになるかもしれないわ。大丈夫かな。可愛い女の子でもこのアプリでダンディーになれるのでしょうか。これはダンディーというか、なんて言うんでしょうか。ちょっとむさ苦しいおじさんのような気もしますが、元の顔からの変化はすごい。続いてこちらの男の子はどうなるんでしょうか。これもダンディーとは少し言い難い。でもこっちも変化がまたまたすごい。これはどっちもどっちな対決でしたが、どちらかというとダンディーだったのは高校生チーム。ほらな、勝てただろ。勝てたけど決してダンディーではなかったぜ。うるせえ。おっと、ダンディー対決で結構離されました。小学生チーム、次勝たなきゃ終わってしまうだ。おっと、またまた変顔対決。よっしゃ、はーい、私が行きます。でもリカちゃん変顔なんてできるの？みんなのために頑張って。リカの変顔なんて想像つかないね。さっきはいい勝負でしたが、今度はどんな変顔を見せてくれるんでしょうか。これはもう笑いの天才、変顔の神様と言ってもいいでしょう。へっへー、私の顔面白い。その前歯が2本しかないところ、まるで将来の剣で。なんでほとんどの歯が虫歯になって抜けて、最後は2本しか残らなくなるわよ。ちゃんと歯磨きをしないと。じゃあこれは将来の私の顔。さて、あの変顔最強な子に勝てるのでしょうか。これは確かに変顔だけど、どこか少し可愛い気がします。なんでしょう、元が可愛いと変顔しても可愛いのでしょうか。よって、この勝負は小学生チームの勝ち。やった。だけどあれが私の将来ってちょっと複雑。さあ、今の勝負は3対2。小学生チーム、ここで勝たなければおしまいだけど、お題はなんと、またまたまた変顔対決。俺たちは変顔では絶対Kに勝てないぜ。ここまで来てお菓子1年分を譲るわけにはいかない。 Kまた来たぜ。どうする、Kちゃん変顔だと無敵すぎるよ。でもうちにもなぜか自信満々のやついるじゃない。行きなさい、高校生チームの変顔代表。俺っちはとっておきの変顔があるからな。さあ、変顔女王が最後に持ってくるのは何なんでしょうか。これはなんともどでかいね。変顔というよりこれは可愛いのじゃないでしょうか。可愛くない可愛くない、変でしょ。いや、それが意外と似合ってて可愛いです。ここは高校生チーム勝てるか、本気の変顔をどうぞ。これはぷくっと膨れ上がったほっぺにたらこ唇、ありえない大きさの目で最高傑作。よって、最後の変顔対決の勝者は高校生チーム。勝負あり。悔しい。顔はどう見ても変な顔でしょ。いや、でも可愛かったわよ。いや、変な顔。じゃあそこは動画を見てるみんなに聞いてみましょうか。ここでみんなに質問よ。ケイちゃんのこの顔は面白いと思う？それとも可愛いと思う？コメント欄でみんな教えてね。またこういう対決やってほしいなって思う子は評価をぜひ、チャンネル登録もお願いします。また次の動画でね。バイバイ。